皆さんこんにちは，Q哥哋，歡迎大家跟香貓一起練日文。今日咧要睇嘅新聞咧，都係關於呢一個嘅 Corona 嘅。咁咧就係關於呢個 vaccine 呢個疫苗嘅注射啊。咁我哋一齊睇下日本疫苗嘅注射情況係點樣呢？3回目のワクチンの注射。東京の大きな会場の予約は28日から。新型コロナウイルスの3回目のワクチンの注射をするために、防衛省は東京と大阪で大きな会場を作りました。東京では今月31日から注射をします。注射は予約が必要です。28日午後6時から来月5日までの注射の予約が始まります。1日に720人が注射できます。注射できるのは、18歳以上で3回目のワクチンの接種券を持っている人です。2回目の注射から6ヶ月以上過ぎていない人は注射できません。来月7日から注射できる人は3倍に増えます。毎週月曜日の午後6時から次の1週間の予約ができます。予約は防衛省のウェブサイトや電話 0120-097-051 でできます。防衛省は電話がつながりにくい心配があるので、なるべくウェブサイトで予約するように言っています。咁咧呢個日本咧都開始接種呢個第三劑嘅疫苗啦，咁我哋就一齊睇下佢係講乜嘢啦。3回目のワクチンの注射。東京の大きな会場の予約は28日から。第一個啦，28號開始咧，東京大會場嘅第三次疫苗施打預約嘅。佢呢句中文亦都有啲奇怪係嘛？咁簡單啲嚟講咧，即係由28號開始咧，就可以預約第三次嘅疫苗注射啦。喺邊度咧？就係喺呢一個東京嘅大會場咁嘅意思。新型コロナウイルスの3回目のワクチンの注射をするために、防衛省は東京と大阪で大きな会場を作りました。咁咧，為咗施打呢個新型嘅冠狀病毒疫苗咧，國防部咧喺東京同埋大阪咧建設咗一個大型嘅會場嘅。咁如果大家有睇早幾日嘅新聞咧，有分享過嘅咧，亦都有提起過呢一件事嘅。東京では今月31日から注射をします。咁東京咧就會喺今個月31號開始咧就開放呢個注射疫苗嘅。注射は予約が必要です。注射疫苗咧係必須要預約嘅。28日午後6時から来月5日までの注射の予約が始まります。喺呢一個28號嘅下晝6點開始啦，到下個月嘅5號為止咧，可以咧開始預約呢個施打疫苗嘅。1日に720人が注射できます。一日咧可以有720個人咧能夠施打呢一個疫苗嘅。注射できるのは18歳以上で、3回目のワクチンの接種券を持っている人です。咁咧，18歲以上並且持有第三次疫苗接種券嘅人咧，先至能夠注射嘅。咁呢一個第一句啦，注射できるのは就係講咗能夠注射嘅人咧，就係後邊點嘅人啊。咁成句咧都係形容呢個 hito 嘅，就乜乜 hito des。咁前面成個咧就係形容係邊啲人能夠注射咧咁樣嘅意思。2回目の注射から6ヶ月以上過ぎていない人は注射できません。距離咧第二次疫苗施打咧冇超過6個月以上嘅人咧係冇辦法注射嘅。來月7日から注射できる人は3倍に増えます。由下個月7號開始咧，可以施打嘅人數咧就會增加3倍嘅。毎週月曜日の午後6時から次の1週間の予約ができます。每個禮拜一啦，呢個月曜日就係禮拜一啦，下晝嘅6點開始啦，可以預約下一週嘅疫苗接種嘅，就係1週間の予約。咁啊就可以できます，就係能夠做到呢件事嘅意思咧。予約は防衛省のウェブサイトや電話 0120-097-051 でできます。可以咧使用國防部嘅網站啦，呢個 website 度或者係佢嘅電話啦，可以進行呢個嘅預約嘅。咁樣大家有睇尋日定前日早幾日分享嘅新聞咧，嗰度亦都有咧分享個電話咧係點樣讀嘅。咁啊，大家記得要熟習啲數字啦，同埋見到嗰個 hyphen 嘅時候咧，我哋會讀 no 嘅。防衛省は電話がつながりにくい心配があるので、なるべくウェブサイトで予約するように言っています。咁啊，國防部表示咧，電話預約咧可能唔夠方便，有啲難打嘅，乜乜 Nikui 就係好難打咁樣嘅意思啦。咁啊，推薦咧就用呢一個嘅網站進行預約嘅，就乜乜，然之後話 itemasu 就係前面呢個國防部講嘅嘢咁嘅意思啦。係咁咧，以上咧就我哋今日要睇嘅新聞啦。咁入邊都用咗好多嘅數字、量詞等等啦。譬如1、2、3，跟住喺一日入邊有幾多啊？又或者係6ヶ月以上，可能係6個月以上啦。又或者係18歳以上，可能係18歲以上啦。2回目、3回目等等啦。另外都有啲日子啦，可能係譬如話月曜日の午後6時係啦，咁然後仲有係來月7日等等諸如此類啦。咁大家咧可以透過睇多啲文章咧，去實質咧練習下呢一啲數字啦、量詞啦、一啲月份啦等等嘅練習嘅。咁啊，希望我嘅新聞有幫助到大家，每日 keep 住同呢一個日本有少少嘅聯繫啦。咁如果你中意我嘅影片咧，記得幫我訂閱、讚好同埋分享出去啦。咁我哋下個禮拜再見咯，じゃあまたね，拜拜。